韓国のムンジェイン大統領は最重視する北朝鮮との対話が行き詰む。中国の習近平国家主席に救いの手をも、習氏は朝鮮半島問題での中間の立場と利益の一致を主張した上で、協力を約束。文氏は中国の国家構想に 手放しで同調するな。あからさまにすり寄る姿勢で応じ習氏は23日の会談で、分子に宗派を送った。世界でこの100年間なかった大きな変化に対し、中間は戦略的協力パートナー関係を真発展させて、両国の共通利益をま、広げるべきだ。 中国が保護主義的と見る米国を念頭に自由貿易体制での共感も強調。米国サイドではなく中国のパートナーとして一層関係を、共に進むべきだと促した方、北朝鮮問題では朝鮮半島の対話プロセスが動き出すよう後押しすると確約した。文氏は 今年は、韓中関係と朝鮮半島情勢に多くの成果と変化があったと述べた北朝鮮は、経済協力事業の再開に踏み出さない、文政権との対話を、現実には、半島情勢で成果と呼べるものは、終始の確約は、文氏が渇望した一言だ。 2017年12月の前回訪中では中国側の礼遇ぶりが韓国内で非難されたが今回習氏は限られた時間内で昼食会もと最低限の礼節を尽くす姿勢を見せた文氏は中国の夢に向かって一歩ずつ進む習主席のリーダーシップと 中国国民に敬意を表する。中国の巨大経済圏構想、一帯一路との連携も持ち出した。中国の夢が韓国の機会となるよう、韓国の夢も中国に役立つことを願うとも続けた。米国が中国を牽制するための、 インド太平洋戦略への韓国の参加を警戒する中国側を安心させるものだ。中国の夢は習指導部が掲げる政治スローガン。正式には中華民族の偉大な復興という中国の夢。中国で進む教軍路線もこのスローガンが影響しており、文史としては ディップサービスのつもりだったかもしれない。中国の構想への過剰な同調は日米との関係に影響する可能性がある。北京桜井都市を見続か。